吉田さん、確かにね、命もそうですけども、お金も大切にしてしまうと実はね、あまり良くないんですよね。私はね、お金を大切に使えっていう風な概念は結構好きなんですよ。大切に使うんですよね。大切に使わないじゃないんですよ。多くの方はお金を大切に使おうねって言ったら使わないんですよ、なぜか。いや、使おうよって話ですよね。お金を大切に使う、3つの言葉があります。お金、大切に使うわけですよ。使うってことは大切にしながら財布の中からどれだけ追い出すかなんですよね。お金を大切に使う、お金を大切に使わない。多くの方はお金を大切に使わないんですよ、ね、財布の中にお金が10年あっても何もないですよ。だからどんどん吐き出していかないとと思いますよね。で、今自分に最も必要なものは何かっていうことを見つけられないっていうのもね、いわゆるその物欲がないっていうのも困ったものなんですよ。だって必ず何かが必要ですよ。だって未来のためにね、3年後5年後の自分が、あ、3年前これ買っときゃよかったなとかね、買うっていうのはサービスの対価でもありますよ。これを学んどけばよかったなっていう言葉にしたら適当ですかね。これを買っとけばよかった、あれを買っておけばよかった、あれを学んでおけばよかった、こんな経験をしておけばよかった、それ全てお金を大切に使わなかった結果ですよね。例えばね、今年なかなかね、あちこちに行く旅行というものが難しい時期だったかもしれませんけども、それでもね、旅をするという体験をした人、まあ私はアメ車のイベントにも行ってきましたけども、そういったことをして、まあ、いわゆるお金を使っていくわけですよ。時間も使いますしね。それをして今今日過ごして人生を振り返った時に、お財布の中にその日に使ったお金があるのと、お金はなくなったけども思い出、体験、人との触れ合い、こういったものがあったのと、どっちが人生、まあ、豊かでね、幸せで輝くのかなと思う時なんですよ。なんかね、人が死ぬ間際に後悔することの一つに、なんかもっとね、旅行しておけばよかったとか、もっと自分の思う通りにやっておけばよかったみたいなことがあると思うんですけども、まあ、まさにそれじゃないかなと思うんですよ。お金を大切に使わなかったら体験もできないし、商品買うこともないし、そっから生まれるエピソードもないし、私はね、こうやった今最近はプロテインのボトル買いましたけども、これ一つだってね、もう思い出ですよ。これの買った時の動画撮ったら、それにコメントがついたりとか、交流が始まるとかね。だからね、いるも歩けば棒に当たるじゃないですけども、金も使えば何かに当たるわけですよ。だから私はね、財布の中にお金をたくさん入れておくよりも、財布の中はもうマイナスでいいから、自分の体験とかね、見識ってのを広めて人生を豊かにする方がいいと思いますね。まあ、だから麻雀店でもう大損こいた時でも未だに使える資産ですよ。あの麻雀店でのマイナスがなければ、今の私のね、ポジションっていうのはまあ陰るんじゃないですかね。ああいうところから出してきたから、今があるような気がしますね。まあ今日もね、しっかりお金使っていこうと思います。以上です。